はいろんなゲーム機で遊んでいますかはいえ前回までね RG350P ですねをずっと紹介してきましたが今回はちょっとねあの前回もね一度ずっと詳細をあの紹介したんですけどもちょっとこちらを紹介していこうと思いますドンキザクラドン はいえー、RK なんかこれなんかクイズみたいになってますけどね「R なんでしょう」みたいなあの必ずあのクイズでね送ってあの絶対当たるテレビのあの <laughs> 問題みたいなやつね「R の2020」ですねこれ「RK2020」です。はい「RK2020」です、えー。なぜねまた同じものを紹介するんだって、えー、思ってる方もおられると思うんですが。 えっとね実は RK2020 のこちらね新バージョンなんですようん新バージョン、えー、前ねずっと僕だから結局もうほぼ初期ロットで RK2020 買ったんですけどもあれからまあ少々あってかなりねバージョンアップが施されてるようです何かね調べたらね2回ぐらいなんか改変があったみたいなので僕のこのロットが2回目のやつなのか3回目のやつなのかっていうのはちょっとわかんないんですけども やっっぱちょっと今のところはね僕の中でやっぱ第4世代で一番使いやすいのっていうのはまあ、RK2020 かなと当然オードロイドコアドバンスはオードロイドコアドバンスでやっぱりメニューボタン多彩で我々でねやっぱり元祖っていうところでよくできているなっていう、えー、ところあるんですけども、まあ、僕が今、一番進めてるのはこの RK2020 なんですよねなのでやっっぱりまあちょっと新バージョンっていうものがどういうものなのかなっていうものをちょっと知りたくて、えー、こちらトムトップさんで今回購入いたしました。 まあね、RK2020 っていうのはまあ第4世代のほぼほぼねあの、まあ、結局オードロードアドバンスを元祖とするとまあ2代目になるんですけどもやっぱり僕的にもねやっぱもう1台あってもいいかなと思ったんでやっぱすごい使いやすいんでということでまあもう1台目っていうことでまあバージョンアップしてるってことでねまあ、ちょうどいい機会かなっていうことで購入いたしましたでね値段がねやっぱむちゃくちゃ安いんですよね結局あの初期の,あの1個目で買ったやつは本家のサイトで えっと一応ね、バイカー6000いくらって書いてるんですけど、結局送料で2000円かな、3000円か取られて、まあ1万円弱になるんですよね。で、今、トムトップさんではね、8636円で売られてます。一応概要欄にリンク貼っとくんで、まあ興味ある方は買ってみてください。8636円ってね、もうね <laughs>、なんかもう <laughs>、トムトップさんもう買ってんのかなって、何でもけてんのかなっていうぐらいね、はい、なんかもしかして。 ななんんかかこれなんかねどこでもドアみたいなのがあって送料、本当は浮いてるんちゃうかなっていうぐらいね、なんか激安価格なので、はい、じゃあちょっとね、開けていきましょう、まあ、相変わらずのね空輸なんで、この辺、ベコンへこんでますけども、まあ、もうこの辺はしゃあないね、うん、うん、さあ、では開けていきまーす。どん。あちょっと見えてる。あもうちょっと違い見えてるけど、ちょっとこれ後回しにしよう。<laughs> はい、自分をじらしてます、これはい。で、いつもの底蓋チェック。あなんかいろいろ、あなんかいろいろ入ってる。あちょっと待って。あこんなん入ってる。これ、アナログスティックの調整ですね。調整のチョボですね。あでも前、こんなん入ってたかな覚えてないわ。あほら、久しぶりですね、これ。マイクロ SD のあの、USB 変換のね、これ。うん。 これ、久しぶりやね、これ見るの。これ、昔の第三世代の初めの方、絶対これと USB-C やったんですよね。うん。なんか、久しぶりにこれ見ましたね。最近はもうこれカットされてたんですよ。どのゲーム機もね。うん。で、えー、簡易の説明書。まあ、RG シリーズのようなね、あれ高級の光沢用紙ではないです。もう普通にカラーコピーしたような感じの用紙ですが、こっち中国語で、裏英語かな。あ、裏英語ですね。うん。これは、まあまあ、 いい感じですね。うんうん。うん。はんはんはん。<laughs> ここちゃんと A はスタートですよ。B はリターンで、まあ、戻るんですよ。とか。結構ね、詳細が記載されてますね。あで、すごいこれ、ほら、ファームウェアの書き込みの仕し方とか書いてますね。うーん。いや、これすごいね。うんうんうんもうこういうのまで書いてるんじゃないいや、これ、前、いや、前、こんなん書いてなかったよ、多分 うん、あこれすごいねでちゃんとほらあの結局メニューボタンが RK シリーズ少ないんでボリュームボタンとかもあの、まあ、この組み合わせになるんですよショートカットで、うん、でセレクトを押しながら L2、えっと、セレクトか L2 押しながら、えー、D パッド十字キーの上か下ですよ明るさはセレクトか L2 押しながら、まあ、左右ですよっていうことでこれ、うん、ファームウェアの書き込み方書いてるってこれちょっとポイント高いねこれ。 うーんすごいですね。だから今回のおまけはちょっと多めですね、おまけ。えー、USB、マイクロ USB、マイクロ USB、じゃあマイクロ SD の USB 変換と US、USB u s タイプ C、もうこれでもう120本ぐらいかな、家ね、これね。はい。と、エアナログスティックの帳簿と、えー、英語と中国語の説明書っていうことですね。結構豊富に揃ってますね。これはありがたいですよね。うん。で、 それでは本体見ていきましょうかもうちょっと違いが見えてるんですよねこれうんカラフルですねそれでは RK2020 本体の5開帳いきましょう32123 おほほほほほなんかちゃう <laughs> すごいえここカラフルなってる ABX あっちょっと待ってちょっと待ってあっボタン全然ちゃうわこれえっとねちょっとここに Q 型を用意してますこれが Q 型ちょっとカメラ引きます ちょっと待って。え全然ちゃう。今もすぐ分かった違いがあ。違うね。うん。えっ、ー、とこちらが新型ですね。でこちらが旧型。えー、ちょっと1個ずつ見ていきましょうか。 まず、ちょっとごめんね、僕もサングラスしながらやってるから、ちょっとごめんね、こういうふうに見ようか。えっとね、ボタンの大きさはこれ一緒なのかななんか、まあ、カラーつけてる、カラーをつけてるだけでちょっとちっちゃく見えるのかななんかちょっとだけね、ちっちゃく見えるんですよね。5、6、7、8、0.8。 五六七うんこれ一緒ですね0.8ですねボタンは大きさ一緒でもね押し心地がねあのねなんて言うんかなちょっとボタン多分ねちゃう気するんのよねあのね前の時はね若干これ緩かったんですけどこれは若干個体差もあるかもしれないけども 少しだけしっかりしてます。うん、少しだけしっかりしてる。で、ボタンのこの、掘り込みっていうのかな、こう、へこんでるんですけど、押すところ。一緒なんかな、やっぱこの目、目視覚情報で、だいぶね、なんかちゃうような気がするんですけど。 う彫りは一緒かなでもねボタンのねこれはちょっと個体差かもしれないけども若干旧型よりもほんのちょっとやけどねしっかりしてますねうん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 ただこう何て言うかなボタンの動き動,動いてしまう感じこうねこれこれもねあこれもほんのちょっとだけ緩和されてるな、うん、結構ねボタンが遊んでたんですよ旧,旧型ってここねこうボタンがこの 何かっていうとボタンの穴がこうボタンがここからこう出てるんですけどこの穴がちょっとおっきいんですよだからこう遊ぶんですよボタンがうんそれが例えば RG シリーズなんかここもぴったりなんですよビチビチぴったりうんでも RK2020 はねちょっとだけ遊び大きかったんですけどほんのちょっとマシなってる気がしますね触って。 こっちの方がねぐぐぐるぐるぐるるっっと回るんでですよでこっちも回らんことはないんですよ回らんことはないけどもう確実に回る幅が減ってますうんでえー、あーこれ違うなあ一緒かどうやろうほこれもほんのちょっとだよねこれも個体差なんかなわかんないけどもあセレクトとスタートがほんのちょっとだけ出っ張ってるかな前よりも これ一緒かな一緒かな違うかなっていうぐらいのレベルですけども若干こっちの方があもうボタンが変わってる音音音を聞いてくださいねちょっと外しますあのねやっぱ違うわ旧型の旧型から音を押し,押してる音聞いてくださいで新型 全然違うよ、ね、こっちカチャ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 って言ってないけどこっちポク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 って言ってるよねうんやっぱ違うんだこれうんいやなんかね違うなーと思ったんですよ見た目うんだからこれゴムの質が変わったのかちょっと土台の何かが多分変わってますねこれうん音が全然違うね分かりやすいあとこの印字の彫りですね彫りがこっちは露骨に大きかったんですけどこっち結構ねシャープなってますうっすらになってますねうん これは結構あれですね。まあ、本体の全体のイメージを損なわない。まあ、さらっとした表示ですね。うんうんうん。はい。で、次、十字キー。十字キーはね、あの、旧型のやつは本当使いやすいんですよ。うん。こうやって回転もしやすいしね。うん、十字キーは一緒かな。 うん、十字キーは一緒な気するねうんただ十字キーは逆にちょっと浅くなってないかなうんちょっとだけねその高さがほんのちょっとやけどこれも個体差レベルなのかなこっちの方がちょっとね旧型の方が出っ張ってるイメージなんですよ。 うん、で新型の方がほんのちょっとね浅いかな一緒かなうんでもほぼほぼこれはね一緒って考えていいと思いますはいではアナログスティックこれはほんまようできてたんですよねいきなり初代からうん うん、これは一緒やと思います。うん。アナログスティックは一緒。一緒でいいと思いますしね。特段問題ないですし。ほんまあ、これはちょっとね、僕、RK2020 はちょっと遊んだんで、その違いもあるかもしれないですが、もう本当、わかるかわからへんかぐらいでの、その、抵抗ってわけでもないですけどし、しこりってわけでもないですけど、なんか、ほんのちょっとだけこっちの方がまあしっかりしてるって言い方がいいかもしれないですね。うん。で、上部。 あ、変わってる。まず押し心地。まあこれはもうポツポツポツってあの昔の柄系の押し心地ですね、旧型は。あ、変わってる。うん、変わってる。LR も変わってる。見た目一緒やけど。あのね、こっちの方はね、ポクンポクンって感じなんですよ、旧型の方は。 LR がポコンポコンっていうこう食感なんですけど感触なんですけどこっちの方がねカチカチカチってクリック感が増えてるこれもちょっと音聞いてもらいましょうまず旧型から押しますこっち旧型ねポクポクポクっていうでしょ新型こっち新型ほら 音がこうになってるでしょう,うん、クリック感がすごく良くなってますね。うん、あ、ごめんなさい。えっと、非常にねあの、クリック感が良くなってます。押してるっていう感じがします。まあ、旧型の方がなんていうかな、クリック感、クリック感のところにちょっとなんかティッシュペーパーが入ってるような。 クリック感なんだけどグリッグリって押さないといけない感覚があったんですけどいやこれこれで別に問題なく遊べるんですよ、うん、でもより良くなってるということですね非常にクリック感が良くなってますカチカチカチクリクリクリカチカチってと安っぽいけどそんな感じじゃなくてクリンクリックリッっていう感じですねうんこれすごいですねこの進歩はいでえー、まあ USB の位置は一緒 USB-C も一緒3.5ヘッドホンジャックも一緒で 電源が変わってる見えるかなほら電源が全然違う飛び出してるほらプリってなってる前はグッグやったんですけどあめっちゃアクセスしやすめっちゃアクセスしやすくなってるすごーいあここやっぱ対応してきたんやんここああのねちゃんとねプリンって押す感覚があるんですよこっちは もうボタンが平行に埋まってしまっててここここから更らにグーって押さなあかんかったのがちゃんとちょっとこう出ててちゃんとここでプリップリッって押してる感覚があるんですよここにあこれすごいなよかった <laughs> もうこれこれいっつもね指つりそうになってたんですよ僕 <laughs> 指がごっついんでこう入らないんですよここに指が。 うん、なんかいつもねギューやってたんでもういつかこれで壊れるわと思ってたんですけどもうんじゃちょっと、えー、ケツですねケツ面あなんかこのチョボがなくなってるねこれ何かな緊急リセットボタンかなこれ結局僕使ったことないんですけどもなくなってますね緊急リセットボタンがこっちが新型ですからえー、すごいね うんうんうん、で、えー、右側左側面右側面は何もなしとここはもう最後まで音量ボタンつけないんですねうんこの辺もまあちょっとなんか音量ボタンつけてもよかったかなって思うけどねうんはいという感じでちょっとファーストインプレッション、えー、ガラッと開けた感じこんな感じでしたもうちらっと見ただけでもかなり違いますうん面白いね うんちょっとこの電源ボタン感動しましたねこれは感動で LR を意外にちゃんと修正かけてたりボタンの周りの穴ちょっと縮めたりとかしてうん細やかな修正もスタートセレクトも完全にね聞いてもらった通り全然音も違うし結構面白い修正かけてますねうんうんまあ RG シリーズもねあのー、前回まで紹介してた通りすごく職人仕事みたいなのが見えてまあそこまでね RG シリーズほど思いっきり職人仕事が見えてるかって言ったらそこまでではないけどもでもやっぱりこの会社もあのー、やっぱりバージョンアップをわざわざねするってこれ結構売れたと思うんですようん。でその中でもやっぱりね細やかなバージョンアップをこうやってしてるっていうのはやっぱりね うん、やっぱり RG シリーズの会社のそういう会社の本質みたいなのが他の会社にもいい影響を与えてるんでしょうね、うん、やっぱこういう若い世代たちが作るゲーム機っていうものにはやっぱりそういうより良いものより良いものっていう意識があるんですかねこんなに昔中華ゲーム機器1個出した後マイナーバージョンアップが次出るなんてなかったんですよそんなこと一切なかったのもう壊れてなんぼもう消耗品みたいな感じでしたうん だからこういうなんかいろんなそれぞれのゲーム会社が細やかなマイナーバージョンアップを何回も出してるっていうのはやっぱすごいね特に僕はもうこれ r k 2 0 2 0は特に遊んでたゲーム機でおすすめなんですけどやっぱ電源ボタンのねここはもう僕ずっと言ってたんですよこれ押しにくいって <laughs>。 ここがね、完璧に直ったのはね、ちょっとすごいなって思いますね。はい。ということで、ちょっとファーストインプレッションでした。またね、あの、あ最後ごめん、重さ測ってみましょうか。もう重さ一緒やと思うんですけどね、ちょっと、なんでも重さ測りたがりなんでね。これ、重さとかちゃう方ちょっと面白いけどね。旧型、ドン、148、新型、ちょっと重いんちゃうかな、こっちの方が。ほら えグ 7g も違う何やろこの 7g 何やろええ何この 7g んか入ってんのかな中に <laughs> えグ 7g って結構ですいや持ってもねずっしりくるんですよこっちのが若干お前155やからそれはもう軽いですよ軽いポテトチップ2袋分やから軽いけども やっ,やっぱり重さの違い感じるんですよこっち両手でこうやって持った時に面白いこの 7g は何なんでしょうかこれ気になるな 7g <laughs> 何が入ってるんやろうえー、面白いですねはいという感じでザラザラっと伝えてきました えー、今回ね、僕、これ、あのー、トムトップさんで買いました、8636円って、かなり安いですよね、日本へたたって1万なんぼやから、結構安いんでね、まあよかったらね、RK2020、日本ではね、ずっと売り切れなんですよね。んで、あんまり日本には出荷してないのかな、代理店がないのかな、ちょっと分かんないし、なんかね、中国直販みたいなところが全部アマゾンのショップに、こう、ばーっと出してても、どれの買ったらえい,いのかって、ちょっと分からないでしょう、日本のユーザーからしたら。 だからまあそういう意味ではね、もうここで買えるっていうところから買ってもいいんじゃないですもうこれやと正規ショップから買うより安いですからね、8636円やとね。うん、まあ、RK2020、まあ、第4世代でこれからいろいろ盛り上がってきて、まあ、ちょっと買い控えっていう人もいるでしょうけどもね、まあ、こういう、の何ていうかな、Linux 系の方ですね、今後、Android と Linux 系でこう分かれていくとは思うんですけども、まあ、Linux 系ではほぼほぼ僕の中ではもう完成系。 やと思ってますのでまあこの機会に安いしまあもううちのねサイトではトモトップさんだいぶ慣れてきたでしょうからねあのまあ、あのー、狙ってた人はこの値段のうちに買っておくのがいいんじゃないでしょうかねはいこの動画で初めておじいさんのこと知ったよとしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそれではまた次回の放送でお会いいたしましょうさよならこの後続きちょっとずつまあ前も見せてるけどねテストプレートがまたやっていきます